ね、匂いしないから大丈夫じゃないですか。あの写真を撮りたい方は、ぜひ、順番に撮ってください、午前中は大体これぐらいで終わりになります。この後は、係の人の従って誘導でレクチャールームに行きますと、塗り絵ができますし、できればあの塗り絵の中からも、いい作品の方は、僕が選びたいと思いますので、商品をあげたいと思いますので、ここの場所は塗り絵を貼る場所です。ここに塗り絵をペタペタと、みんな皆さん、あの紫のレッサーパンダもいいかもしれません。ピンクのレッサーパンダもいいかもしれません。そういうアイデアで、ぜひ、白い、茶色と黒のレッサーパンダではなくて、楽しいレッサーパンダの塗り絵を、科学館の方で色鉛筆用意してありますのでね、科学館のレクチャールームの中で色鉛筆用意してあります。あとは椅子もありますので、そこで塗り絵ができますので、ぜひ塗り絵を、していただきたいと思います。この後ですけどもね、その後また放送あります。1時からまた科学館で紙芝居、こちらの紙芝居は、こちらにいる、このプロジェクトの実行委員であります中野さんが、自作で作った、一応監修は私もやっておりますので、紙芝居を実演していただく、今回初めてのお披露目だそうですので、すごく緊張してるみたいです。そうです。まさか自分が演じられる日じゃないの。いや、読むのは別の人かと思って作ってたんです。その後は、また、自分が、マフータでもちょっとしたね、エピソードを映像を交えながらね、15分程度でしたら、こちらの方に移動になって、皆さんが綺麗に切ってくれいただいたリンゴをフータにプレゼントをします。その後にね、多分腹をすかした子供たちがソファにもいっぱいいると思いますので、その子たちにリンゴをあげた後に、プレゼントの抽選会をしたいと思います。まあ、抽選会と言いますのあまり意味はない抽選だと思いますので、僕の好きな番号を持ってた人が当たりという感じになりますので、ですので、そんな流れになってますので、ぜひね、時間ちょっと長くなりますけども、お昼ご飯食べたりなんかしながら、ぜひ、最後まで参加していただきたいと思います。はい、じゃあ、誰が誘導するんだっけ、カナスカンは。あ、最後に誘導。あ、いいや。じゃあ、中野さん。はい。一緒に。わかりました。はい、もうすぐ映っちゃっていいですか。いいです。はい、わかりました。あの塗り絵の道具なんか多分見てる、はい、と思いますので、はい、これ俺に首にかけてくそうですね。では皆さん科学館の方に移動いたしますので、ついてきてください。私の方は、片足終わったら片足終わったら、はい、行きますので、はい、わかりました。